4番大森美希君、4番茨城大学の大森美希でございます。水戸市女性議会2016にあたり、茨城大学人文学部聖山ゼミナールを代表して通告に従い質問を行います。私からはニュースや授業でも取り上げられ、非常に身近な問題となっている子どもの貧困問題、そして保育所行政、この2点について質問させていただきます。まずはじめに子どもの貧困対策についてお伺いします。現在子どもの貧困が大きな問題となっています。厚生労働省の国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率は 16.3%、 約6人に1人が貧困状態に陥っています。日本の子どもの貧困率は OECD の中でも高く、事態は深刻です。県内の子ども食堂のボランティアに参加した際にも、一日の食事が給食のみであったり、経済的理由から学びたくても学べないという子どもたちを目にしショックを受けました。さらに経済的理由により高等教育を受けることができないと、賃金の安い雇用に就きやすくなります。この貧困の連鎖を断ち切るためにも学習支援はとても大切です。また子どもたちが自力で通える場所に、子どもたちも利用しやすく親も安心できるような学習支援の場があると良いと思います。そこで子どもの貧困対策について市長の見解をお伺いするとともに、生活困窮世帯への学習支援事業の開催状況、開催場所や対象の拡大など今後の展望についてもお聞かせください。次に保育所行政についてお伺いします。今待機児童の問題が大きな社会問題となっています。保育園落ちた日本死ねのブログが全国で大きな反響を呼びましたが、待機児童問題は女性が仕事と家庭を両立する上で大きな障害になっています。育児休業中や給食活動を中止している間は待機児童に含まれないと聞いたことがあります。実際は待機児童として出された数字以上に待機児童はいるのではないでしょうか。まず水戸市の待機児童数と、子どもが保育園に入れないために育児休業を延長していたり給食活動を中止しているなど、事実上の待機児童だと考えられる潜在待機児童数についてどのように把握していらっしゃるのかお答えください。先日市役所でいただいた利用案内のパンフレットによると、来年に開園する保育園があることを分かりました。新しい保育園の開設は大変有意義であると思います。しかし自宅から遠い場所に保育園があっては通うのは困難です。待機児童解決のためには通いやすい場所に保育園を作る必要があると思います。私や周りの友人の多くは結婚・出産後も働き続けたいと考えています。しかし水戸市では子どもが保育園に入れずに仕事を辞めざるを得ないのではないかと不安に感じています。待機児童を減らすためにどのような対策を行っていらっしゃるかお答えいただきたいと思います。次に保育の充実にあたって保育士の数が不足していると耳にするのですが、水戸市が行っている保育士の確保について教えてください。
また保育士は休みが取りにくく、時間外労働が恒常化しているなど厳しい労働環境であることも多いと聞いています。給料は全産業に比べて約10万円低く、初任給が15万円程度のところもあると聞いています。このような労働環境では保育士が確保できなかったり、保育の質に影響するのではないかという不安があります。自立した生活が送れないような給料ではとても女性活躍が実現できる職場とは思えません。待遇改善など保育士のための施策についてもぜひ教えてください。最後に、安心して子どもを産み育てることのできる水戸市となるよう心から期待しています。市長にはぜひ頑張っていただきたいと思います。以上で質問を終わりとします。市長、高橋康君。議長。市長。茨城大学人文学部清山ゼミナールを代表されましての大森議員のご質問にお答えをいたします。ご質問にもあるように、平成24年度の国における子どもの貧困率は 16.3% になっておりまして、先進国の中でも高い状況にございます。また平成27年度4月1日現在の国における生活保護世代の子どもの高校進学率は 92% となっておりまして、全体の 98.8% と比較して低い水準です。これらの指標からも、子どもの貧困対策は喫緊の課題でありまして、国においては子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがないように、子どもが健やかに成長される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策の推進に関する法律を制定し、子どもの貧困対策を総合的に推進をいたしております。本市におきましても、貧困生活困窮世帯に対し、生活保護制度や就学補助制度ををはじめといたします各種制度を活用いたしながら、経済的支援を行うことによりまして、すべての子どもが心身ともに健やかに育つことができるような施策を推進しております。また本市の生活保護世帯の子どもの高校進学率は、平成25年度から平成27年度の3年間で平均 94% となっておりまして、国と同様に低い状況にあります。ご質問の生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業につきましては、子どもが将来自立した生活ができるように学習支援や居場所づくりなどを行い、貧困の連鎖を防止することを目的といたしまして、生活困窮者自立支援法に基づき、本年6月から実施をいたしているところでございます。開催状況といたしましては、水戸市福祉ボランティア会館におきまして、4つの中学校区の小学校4年生から中学3年生までの対象者71名のうち21名が参加登録をしておりまして、毎週土曜日開催をしております。また指導者につきましては、ボランティアとして茨城大学の学生さんをはじめ、県退職校長会や県退職公務員連盟などから41名の方に登録いただいています。この事業は、子どもたちが自主的に行う学習に対して個別に支援を行うとともに、子どもたちの交流が図られる居場所づくりになっていることから、不登校であった子どもが参加するなどの効果が得られているところでもございます。しかしながら、参加人数の伸び悩みや実施地区が中学校区の4分の1程度にとどまるなど、さまざまな課題がございます。事業を実施するにあたりまして、対象世帯の保護者の方々にアンケート調査をいたしましたところ、その結果では、学校の授業や生活なので十分対応ができている、学習などについては子どもの自主性に任せているなどのその回答が多く挙げられていることから、子どもの学習に対する関心が低い状況であることが伺えます。今後は保護者を含めた進路指導や生活に関する相談を行いまして、子どもの将来について一緒に考える機会を設けるなどによりまして、多くの子どもたちの参加を呼びかけてまいりたいと考えています。さらに、対象者や実施エリアの拡大も進め、事業の充実を図っていきたいと考えています。また教育委員会におきましては、基礎学力の向上や学習習慣の定着を図ることを目的といたしまして、小学生を対象に平成26年度から
放課後等における学力サポート事業をスタートさせ、ボランティアの方々の協力を得て、現在11小学校で学習支援を実施しております。今後とも生活困窮者の子どもに対する学習支援事業と教育委員会の事業との連携を図って、より多くの子どもたちが集い学ぶ良好な環境を整えていきたいと考えております。次に保育所行政についてお答えをいたします。はじめに本市の待機児童についてでございますが、待機児童とは保育の必要性が認定され利用の申し込みをしているにもかかわらず保育所等を利用できない児童でございまして、本年10月1日現在121人となっています。一方で保育所等の利用内定が出たにもかかわらず、自ら内定を取り下げた場合や特定の保育所等のみの入所を希望するなど、私的理由で保育所等へ入所していない、いわゆる隠れ待機児童は同日現在で82人となっています。本市の待機児童の現状といたしましては年々増加傾向があったものの、今年度減少に転じたものの依然として多い状況にございます。このようなことから待機児童を解消する対策は安心して働ける環境を作るためにも大変重要であると認識をいたしております。私が市長になってから現在まで民間保育所を11カ所開設をいたしました。また待機児童の約8割から9割を占める3歳未満児を対象とする小規模保育事業や家庭的保育事業などの地域型保育事業を進め、定員変更も含めて1190人の定員増加を図って全体で5021人の定員を確保したところでもございます。さらに今年度中に新たな民間保育所を3カ所開設し定員が270人増加する見込みとなっておりまして、私の政治姿勢の大きな柱の一つとしての待機児童の解消に努めてきたところでもございます。また本市では保護者の就労形態の多様化によるさまざまな保育ニーズに応えるために民間保育所において児童が病気の場合でも預けることができるように病児・病後児保育事業の拡充を図るとともに、日常生活上の突発的な事情により一時的に保育を行う一時保育事業等も実施しておりますほか、水戸ファミリーサポートセンターにおいて児童の送迎や保育開始前や終了後における預かり等の支援活動も実施をいたしております。今後も保育サービスに関する細やかな情報提供や保護者の多様なニーズに対応した相談や支援を行って円滑に保育所等の入所が可能となる保育環境を整備することによって平成29年度の待機児童解消に向けさらなる取り組みを進めていきたいと考えております。次に保育士確保策についてでございますが、全国的に保育士不足が課題となっている中、本市におきましても待機児童解消のためには保育所等の受け皿確保とともに保育士確保は重要な課題でございます。今年度から学生を対象とした保育士就学資金貸付制度、保育士が復職する際の準備資金を貸し付ける潜在保育士再就職支援等を県において実施をし、本市では昨年度からハローワーク水戸と連携をし、保育士資格を持つ方の職場復帰や就職を後押しする事業として、保育所において職場体験講習会を行っており、職場復帰につながったケースもございます。今後も一層の保育士確保に取り組んでいきたいと考えております。次に保育士の待遇改善についてでございますが、国においては保育士給与の月額を 2% 引き上げる方針を打ち出したところでございまして、保育士の人材確保のためには賃金の引き上げ処遇等の改善を図ることは大変重要なことであると思っております。民間保育所につきましては国・県・市が負担をする運営費において処遇改善等のためのため加算して支給するなど保育士の賃金引き上げに努めているところでもございます。また公立保育所におきましては嘱託保育士の確保のために報酬を昨年度より4000円増額をさせていただいて、今年度は月額18万1000円としたところでございます。さらに保育士の負担軽減のために、障害児保育や延長保育のための保育士の加配
を行いまして、労働環境の改善にも努めてきたところでございます。今後とも待機児童の解消をはじめ、さまざまな保育サービスの充実と保育士が働きやすい環境づくりを進めていくなど、将来の未踏を担う子どもたち、子どもたちを取り巻くすべての人たちの笑顔のために、子育て支援の充実や子育てしやすい環境づくりに努めていきたいと考えております。以上でございます。5番大月奈々君。5番。常磐大学の大月奈々でございます。水戸市女性議会2016にあたり、常磐大学コミュニティ振興学部横須賀ゼミナールを代表して通告に従い質問いたします。はじめに、先日行われたアメリカ大統領選挙で女性候補のヒラリー・クリントン氏が敗れ、アメリカでもまだガラスの天井がある、あれだけ女性経営者など女性が活躍しているアメリカでもまだ女性の社会進出に壁があることを感じました。私も4月になれば社会人として男性と対等に仕事をし、社会的な活動が本格的に始まります。今は学生ということで、社会が優しい目で見てくれているということも実感しておりますが、今時の若い子はということもなんとなく感じております。女性でかつ今時の若者にこのような公式の場で発言し意見を述べる機会を与えていただいたことは、これからの社会人としての活動に大きな力をいただいたと思い感謝しております。さて本題に入りますが、水戸の大学に来てから水戸の中心市街地の活性化と笠間の市街地活性化に関わってまいりました。水戸と笠間の大きな差は、水戸は活動に対して対等な立場で、通常の業者による営業のような社会訓練の場でもありました。笠間は学生として受け入れて活動を助けてくれるような体制でした。そのため集合や打ち合わせの場には困ることもなくスムーズに活動ができ、東京からの大学も含め多くの活動が見られました。水戸は南町の情報交流センターで事前電話1本、時間の調整さえすれば集合や打ち合わせ、研修など駅から大工町の中間点で活動の本部的な役割を果たしてくれました。しかし今年度から私たちはその拠点を失い、大学集合大学発で活動せざる得ない状況となり、活動の停滞が見られました。中間点での集合や打ち合わせも京成デパートのロビーなどしかなく、あとはお金を使って食事等の飲食による場しかありません。自分たちだけでなく笠間のように水戸以外の大学生の活動フィールドとすることや、なんといってももったいないのが高校生、街中のバスや自転車で通過する高校生の数は街中歩行者より多いのです。この高校生が街中の拠点を活用して中心市街地で何らかの活動を始めれば、もっと街中が若者を含めた活気ある場になるのではないでしょうか。南町のライトハウスに集まる若者はライトハウス前のセブンイレブン以外にたむろする場所がありません。新しく開設されたワグテイルは全く違った目的向けの施設で、街中の現状が向かっている方向に対し逆向きを指しているようにしか見えません。昨年度末までの南町の情報交流センターに集まっていた人々の数と、
今回の補助金がつくことで開設されたと想像するワグテイルの利用者数はどのくらい月々で差があるのでしょうか。起業家を育てることの意義は十分理解しますが、それは中心市街地でなくともどこでもいいようにも思えます。中心市街地における公または公同等の施設は何かそこに足りないものを保管する役割が大切と考えております。水戸の中心市街地は公園もなく自由にくつろげる場のない空間であることが最大の問題点といえます。大学生や高校生、大人もお年寄りも自由に休んだり集合場所にしたりできる場が屋外にも屋内にもないのが水戸の現況です。中心市街地の計画策定をなされた市の方々はその現実を理解しているものと思っております。私は3月に卒業しますが、後輩の活動のためにも自由に活動のフィールドを中心市街地に持てるよう拠点となる場を示していただきたいと思っています。次に先月のまちフェスを見て感じたことを付け加えさせていただきます。学生ボランティアで多くの学生が参加しましたが、その多くは無給のアルバイトに近い形での参加にとどまっています。企画段階からの学生参加が次の活動につながり、中心市街地が活動フィールドになっていくのではないでしょうか。加えて道路部分でのまちフェスと両側の商店が全く噛み合っていない別世界であることに皆驚きました。ワンコインスタンプラリーの500円スタンプをもらえるような、500円以下で何か手に入れられるお店には客が集まり、道路部分、ワンコインショップ、商店街と三分化された世界になっていました。イベントをただすればよいのかという世界に見えてしまい残念に思います。マチフェスのための公的な資金の利活用について具体的な商店街とのやり取り等ありましたらぜひお示し願います。最後に、水戸市は高等学校数も多く中心市街地周辺に数多くあることから、自転車やバイクによる通学の姿を多く見ますが、中心市街地で活動する姿は目にすることができません。大きなイベントで一時的に人を集めるより、そことそこ周辺にいる人々への中心市街地への誘導が大切だと思うのですが、何か高校生ばかりか大人も含め中心市街地の楽しさを市民に示す計画はあるのでしょうか。以上になります。ただいまの質問に対する答弁を求めます。秘書高橋康史君。議長。秘書。時和大学コミュニティ振興学部横須賀ゼミナルを代表されましての大月議員のご質問にお答えをいたします。はじめに中心市街地活性化のための学生活動の拠点についてでございますが、私は中心市街地活性化のためには多様な交流創出によるにぎわいづくりが必要であると考えています。特に本市には多くの教育機関が立地しているにもいることからも、学生などの若い世代がさまざまな活動のできる機会や場を設け、街中へと誘導することにより新たな交流が生まれ、多様な人々でにぎわう街が実現できるものと考えております。ご質問のありました街中情報交流センターにつきましては、中心市街地のにぎわい創出を目的に設置され、街に訪れる方にさまざまな情報の提供を行うほか、高校生や大学生にも年間約30件
のご利用をいただいていたところでございますが、スペースの共愛等の問題もあったことから、時代のニーズを踏まえた新たな施設、いわゆるコワーキングスペース水戸ワグテイルに情報発信機能を統合し、本年1月に開館を、町田交流情報センターについては、本年1月に閉館をさせていただきました。コワーキングスペース水戸ワグテイルにつきましては、企業創業を目指す若い事業者等を育成をし、支援することを目的に設置したものでございまして、本年3月の開設以来、共有オフィス機能のほか、創業相談、会議、各種セミナー等にも活用され、10月末現在で延べ900名近くの方にご利用をいただいております。今後、産学間の連携として、学生とベンチャー企業との情報交換、交流等もにも活用を図っていきたいと考えています。現在の中心市街地における学生を含めた市民活動や障害学習活動につきましては、市民センター、水戸交流プラザ等をご利用いただいている状況にございます。また、新市民会館の整備にあたりましては、学生の皆様にも自由に集い、自主的な活動ができるスペース等を設置していく予定でございます。私は学生をはじめ若い世代の皆様が街中で街づくりにする主体的な活動に取り組むことで、新しい感性や感覚が街づくりに反映をされ、中心市街地の再生が大きく前進するものと考えておりまして、そのための拠点の確保は学生の皆様方にとっても本市にとっても有効であると考えております。今後学生の皆様が求める機能と本市の拠点の考え方について意見交換を行わさせていただいて、中心市街地活性化に関係する機関や民間団体等も交えた検討を進めてまいりたいと考えています。次に、水戸町中フェスティバルにつきましては、今回からの新たな取り組みとして、これまでの大学生、社会人に加え、多くの高校生にボランティアとして当日の運営に携わっていただきました。参加した高校生からは、素晴らしいイベントに自分も役に立てて、嬉しかった、このような機会があったらまた参加したい、などの感想をいただき、ご来場の皆様方からも、若者が懸命に活動している姿に感動したという声をいただきました。私は学生の皆様に中心市街地への積極的な関心と関わりを持っていただけることは、学生の社会性を育むばかりではなくて、水戸市全体の発展につながっていくものと考えておりまして、若い世代が生き生きと活動し、そして暮らしていける街の実現に向け大きく前進できたものと考えております。フェスティバルへの学生の参加についてでございますが、本市の大学生や専門学生にはこれまでも実行委員会に参画していただくとともに、自らの企画運営により出展団体として実践をしていただいており、人気のある出展として欠かせない存在になっています。ご提案のありましたフェスティバル全体の運営等への企画段階からの参加につきましては、学生の持つ新しいアイデアを盛り込むことは新たな魅力創出にもつながることからも、効果的な参加方法等について学生の皆様と協議をしてまいりたいと考えております。フェスティバルでは中心市街地のにぎわいづくりや商店街の振興を図るため、各商店街の皆様方にも実行委員としてイベントの企画運営に携わっていただいております。平成26年からは中心市街地の各店舗をイベント来場者に回遊していただけるように、大型店が実施するスタンプラリー事業のミトペタとの共催でワンコイン商店街が実施されています。今年度は70を超える店舗にご参加をいただいたところでございまして、街中の回遊性が図られるなど大きな効果があったものと考えています。またフェスティバルの開催により中心市街地の各店舗の売上向上につながったとの評価もいただいているところでもございます。その効果を波及させてさらに高めていくためにも、商店街をはじめ学生の皆様にもアイデアを出していただき、来場者が中心市街地の新たな魅力を発見し、そして今度はリピーターとして街に訪れていただけるような仕掛けを展開をしながら、地域経済の活性化を図るとともにフェスティバルも発展をさせてまいりたいと考えています。次に、高校生の街づくりへの参加の誘導についてのご質問でございます。
私は多くの高校生たちにまちづくりに参加していただくためには、まずまちに興味や関心を持ってもらうことが必要であると考えています。情報誌や SNS、スマートフォンアプリなどさまざまな媒体を活用して水戸の魅力に関する情報発信を行っているところでございまして、学生をはじめとする多くの皆様に町に関心を持っていただけるよう、より一層中心市街地の魅力発信の充実に努めてまいります。そして町づくりへ積極的な参加に向けては、学生の皆様が普段から中心市街地の関わりを持つことが大切であると考えています。すでに町中の環境美化活動や地域コミュニティ活動など町を支える地道な活動に学生の皆様にも加わっていただいて参加をいただいております。先月の水戸黄門マラソンにも多数の高校生の皆様にボランティアとして参加していただきました。私はこうした活動から、さらに町づくりに興味を持ち参加していただくためにも、高校生や若い世代の持つ感性や専門性を魅力ある古典作りやアートを活用した街づくりに生かせるような取り組みなども進めてまいりたいと考えています。さらには学生の皆様をはじめとした多くの方が参加しやすく街づくりの楽しさを体験していただけるような取り組みや、主体的な活動へとつながる取り組みについて、今後とも商店街をはじめ民間事業者とも連携し検討を進めてまいりたいと考えています。私はコロナの取り組みを通して街づくりへの楽しみを持って参加する意識を高めていただきながら、市民との共同による中心市街地の再生を目指していきたいと考えております。以上です。はい、ちょっとオーバーしてるけどいいか。大月奈々君、再質問しますか。いいですよ、どうぞ。せっかくですから。ご回答ありがとうございます。ぜひ拠点の確保をしていただけると、今日のことが意味のあることとして後輩に伝えられます。ですので検討の方よろしくお願いいたします。要望ですね、要望。はい、6番渡辺里奈君。6番。茨城大学の渡辺里奈でございます。水戸市女性議会2016にあたり、茨城大学人文学部真渡りゼミナールを代表して通告に従い質問いたします。私は大学で廃校利活用における合意形成プロセスについて研究しており、事業の成功には初期段階で市民のニーズを適切な方法により把握し、行政が積極的にニーズに合った情報を発信していくことが必要であると感じています。市民のニーズを集めるためには主体的な市民参加が求められます。そこで政策形成過程における市民参加の在り方とその手法について2点質問いたします。1点目は、市民の利益を考慮した政策形成過程に対する市民参画の推進についてお伺いします。水戸市第6次総合計画水戸先駆けプランでも挙げられていますように、水戸市では市民と行政との共同による自主自立した水戸づくりを目指していることと思われます。基本計画各論を参照いたしますと、市民と行政が共に地域の課題等について考える機会として市民懇談会や行政懇談会等を開催する、市民の意見が政策形成過程においても反映されるよう審議会への委員の公募制や意見公募手続き等を進めてきたことがうかがえます。ところが、
行政への住民意向が反映されていると感じる市民の割合は2012年度で 6.7% と決して高い数字ではありません。行政側が市民参加の機会を設けても市民の参加する割合は少なく、意見が反映されていない可能性がありますので、情報提供と公聴機会への充実への対策が必要と思われます。また市民懇談会に参加する年齢層に偏りがありますと、偏りがある年齢層の利益に特化した政策となってしまいます。私はもっと若者が市政に参加できればよいと思っております。未来を担う若者に関しましては、自主自立する水戸への市民参画に関わることによる利益を示し、積極的に関わってもらうことで自分たちの住みよい町を作り出し、市の発展にも貢献する可能性があります。開かれた市政運営のためには、市民が政策形成過程に参加することによる利益が負担を上回らなければなりません。政策形成過程に参加することに、政策形成段階において年齢層の偏りなく市政に参加していただくための工夫、参加する市民に対しての利益を考慮した市民参画における市の考えや、すでに実施されている取り組みなどありましたらお伺いしたく思います。2点目は、市民参加度チェックマニュアルおよび参加候補者の無作為抽出の導入の提案です。市民参加にはさまざまな手段があり、市が求めている市民の役割を果たすことができるような適切な手法を選ぶことが求められます。北海道恵庭市では、施策や事務事業の政策内容ごとに市民参加の必要性の分類、市民参加が必要な場合にはどのような手段を用いるかといったことについてガイドラインを示し、適切な市民サービスの提供につなげることを目的とする市民参加度チェックマニュアルを作成しています。計画策定事業、ソフト事業、ハード事業といった大まかな分類を行い、さらに市民と市との共同の度合い、必要性や地方自治体としての裁量の余地の有無などについ、有無などに応じて再分類することで、事業の事前評価に足る市民意見の把握方法を選択することを可能としています。こうしたガイドラインを水戸市でも取り入れることで、適切な市民参加が促され、行政への住民意向の反映に効果があることを期待します。その上、住民が直接的に計画策定に参加することも重要です。千葉県船橋市の船橋市新基本計画策定のための船橋市市民会議の事例では、無作為に抽出された6000人に募集案内を送付し、応募のあった氏名176名から抽選により30名を抽出、参加者には報酬を支払っています。じっくりアイデアを練る作業には向いていませんが、自ら機会を探して応募するほどには市民参加に積極的ではない人も、市側から候補者として指名で参加要請を受ければ協力する可能性がありますので、市民参加の視野の拡大につながると思われます。これらの市民参加度チェックマニュアルや無作為抽出による直接型市民参加という手法を、市民参加を促すための計画形成段階で取り入れることについて、水戸市はどうお考えになっているのかお伺いしたいです。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。秘書、高橋康君。はい、議長。秘書。茨城大学人文学部真当たりゼミナールを代表されましての渡辺議員のご質問にお答えをいたします。
はじめに政策形成過程における市民参画についてでございますが、私は市民の視点からまちづくりを基本姿勢として行政運営に取り組んでおります。市民の方々の声をしっかり受け止めていきたいとの強い思いから、その機会の拡充を図ってまいりました。そしてさまざまな市民参加手法を展開しながら、水戸市のまちづくりビジョンとして市民の皆様とともに第6次水戸市第6次総合計画、いわゆる先駆けプランを策定をいたしました。で、計画策定にあたり実施いたしました、未来の水戸をつくる市民1万人アンケートにつきましては、市内に居住する18歳以上の方の中から無作為に抽出した約1万人を対象として、生活環境や市政に対するご意見ご要望の把握に努めてきたところでございます。また茨城大学と常磐大学にご協力いただき、茨城大学では水戸未来ラウンドといたしまして、観光交流交通生活というテーマについて、学生の自由な発想からご提言をいただくとともに意見交換を実施いたしました。常磐大学では市の重要課題からテーマを選び、学生の視点からまちづくりの施策を検討しプレゼンテーションを行うなど、若い世代の考える水戸市のまちづくりを提案してもらう取り組みも実施いたしました。さらには先駆けのまちづくり地域懇談会を市内各所で5回開催し、私自ら直接市民の皆様から地域で抱えている課題等を伺ったほか、意見公募手続き、いわゆるパブリックコメントを策定段階に応じて3回行うとともに、インターネットモニター制度を活用したまちづくり提案事業についても2回実施したところでございまして、さまざまな主題からご意見やご要望をいただき、計画への反映に取り組んでまいりました。各分野における基本計画の策定や、施策立案にあたりましても市民の皆様のご意見を積極的に取り入れるため、関係機関や団体の役職員、公募市民を含む学識経験者から構成される審議会等の付属機関に意見を求める諮問を行い、十分な審議を経てその結果を答申として受けるほか、意見公募手続き、市民アンケートの実施や大学生をはじめとした若い方々からご意見をいただく機会を設けるなど、多様な市民参加の取り組みを実施いたしております。また地域の課題等について考え提言する機会となる市民懇談会の開催、市政モニターに子育て世代の方を委嘱し、市政全般にわたりさまざまなご意見をいただくなど、幅広い世代分野の方々からご意見ご要望を反映できるように努めているところでもございます。市民参画に対する考え方につきましては、私は市民一人一人がまちづくりの主体であり主役であるという意識を高めていくことが大変重要であると考えておりまして、政策形成過程において市民の参画参加参画機会の拡充を図っているところでございます。今後とも行政の取り組み状況をしっかりと市民の皆様方に説明をし理解を深めていただくとともに、市民が主体的に市政やまちづくりへ参画しやすい環境づくりにも努めていきたいと考えています。次に市民参加度チェックマニュアルおよび参加候補者の無作為抽出の導入についてのご質問についてお答えをいたします。行政が施策を展開していく上では時代の潮流や課題に対応していることはもちろん、市民ニーズを的確に捉え適切に対応していること、費用対効果を勘案していくことも大変重要であると認識をいたしております。そのため計画策定に限らず市政全般にわたり多様な市民参加手法を用いて市民と行政との共同による行政運営を推進しているところでもございます。しかしながら市の事業は幅広い分野にわたっておりまして、国の制度等により市に裁量の余地がないものなど、性格や内容によっては市民参加参画の機会を設けることが難しい事業もございます。チェックマニュアルの導入につきましては多岐にわたる市の事業において適切に市民参加参画をしていく手段として有効であるというふうに考えておりまして、他事事例などを踏まえながら検討していきたいと考えています。無作為抽出による参加候補者の選出手法につきましては、水戸先駆けプランの策定にあたり開催した水戸未来市民討議会においては初めての試みとして導入をいたしました。市民の中から無作為に抽出した満20歳以上
2000人の方にご案内を送付をして、2日間で延べ46人の方にご参加をいただいたところでございます。これまで市政に声を届ける機会の少なかった方を含む幅広い年代の方からさまざまなご意見をいただくことができ、有意義な取り組みであったと考えておりまして、今後とも市民参加手法の一つとして引き続き取り入れていきたいというふうに考えております。私は引き続き市民さまざまな市民参加手法を積極的に取り入れて、市民と行政との共同によるまちづくりを推進をし、笑顔あふれる安心快適空間、未来に躍動する先駆けの街水戸の実現に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。6番渡辺里奈君。6番ご回答ありがとうございます。これは要望ですので答弁は求めませんが、先ほどご答弁いただいた政策決定における、多様な手法を取り入れるということは事業を達成するための第一歩だと思います。市民からの協力を得るには市民の感情を把握することが大切です。事業は計画通りに進まないこともありますが、それでも最初の段階で市民の意見をよく聞いておくことで、問題が発生した際に市民の要望に合った説明や情報発信ができます。そのためぜひとも市民の感情を汲み取り、さらに市民が水戸市に対して意見を伝えることができてよかったと思える機会を増やしていただきたいです。この点を要望しまして私の質問を終わらせていただきます。以上で質問はすべて終了いたしました。よって水戸市女性議会2016を閉会いたします。皆さん本当にお疲れ様でございました。皆様方にはですね、活発かつ積極的な、このご意見ご提言をいただきありがとうございました。この事業をやるにあたってですね、いろいろ皆様方に聞き取りをさせていただいた中で、私たちこの幹部職員も随分勉強させられました。やはり皆さん の価値観感性というのはちょっとやはり私たちの知り得ないところもあるということでありますし、やはりそういったまさに学生目線というか若い人目線も私たち行政の中にしっかり持つべきだなということを思っております。ぜひこれからもですね、私たちもいろいろ今指摘があったように皆さんの参加するステージというものをどんどん拡充をしていきたいと思っています。でそれはやはり私たちいろいろ皆さんにそのボランティア活動であるとか、あるいはその、総合計画を作る過程においていろんな意見をいただいたことというのはものすごく参考になっておりますし、市政運営においてすごく助かっている部分があるんですね。でやっぱりこれだけ茨城大学、常磐大学という素晴らしい大学があって、で先ほども話がありました通りもう1万人以上 その高校生がここに存在をしている、これをやっぱりですね、ここ のもう知恵をですね生かさないてはないというふうに思っておりますので、また私たちもそういうステージを設けますが、ぜひ皆さんも積極的に逆に関与していただきたいと思います。私たちが求めなくても皆さんからもうこういうことをやりたいとか、こういう提案があるとか企画があるとかっていう、もう私たち行政と市民との壁は作らないということにしています。昔
私はですね、いろんな意見があると面倒くさいから聞かないみたいなところがあったんですね。行政っていうのはもう窓口でなかなかこんなの難しいですよとか、こういうの制度がありませんからとか、いわゆる前例主義みたいにですね、これないですよってもう窓口で大体皆さんを追い払ってしまったようなのがもう何年か前とか昔の行政の、なんか慣習というかですね、そういうところがあったんですね。今は逆だと思うんですよ。皆さん のいろんな意見だとか取り入れること、あるいは皆さんにいろいろイベントだとかですね、ボランティアとして協力してもらうことの方が面倒くさくないんですね。逆に有利になってくるわけでありますから、ぜひ行政もそういう姿勢でですね、この壁を取っ払ってですね、皆さんとの関係を構築をしていきたいというふうに思っておりますので、逆にもうズーズーしさとおせっかい、これやっぱり必要だというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんに、これからですね、先生方に、ご相談されてもいいですし、もう直接、市役所に来てですね、担当窓口に来ていただいても結構でありますから、私がそう言ってたとこの時にね、だから話聞いてくれとそういうふうに言っていただいて結構でありますので、どしどし、ぜひ市政に参加をしていただいて、皆さんの、いろいろな私たちにない感性価値観で、この地域振興まちづくり水戸市の活性化発展につなげていければなというふうに思っておりますので、引き続きご協力をよろしくお願い申し上げ、で今日はですね、時間の関係で6名の方々 でしかも15分という限定をさせていただいたということで、少し不完全燃焼なところもあろうかなというふうに、思いますが、ぜひ、先ほども申し上げたけれども、これを機にまた研究を深めていただきたいと思いますし、また今日発言の機会が得られなかった学生の皆様方にもですね、また一緒になっていろいろ質のことを考えていただければなというふうに思っておりますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。今日は本当に議長も最後までさばいていただきましてありがとうございました。心から感謝申し上げ、改めてですね、茨城大学常磐大学のゼミの各6ゼミの先生方関係者の皆様方に感謝を申し上げて、私の方からのご挨拶とさせていただきたいと思います。これから皆さんに大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。動画および記録集として水戸市のホームページに掲載する予定です。また男女平等参画が作成しております広報誌に要素にも掲載してまいります。この後、学生の皆様には高橋市長、村田議長との記念撮影を予定しております、議員席と傍聴席の学生の皆様、そのまま着席のままお待ちいただければと思います。それでは以上をもちまして水戸市女性議会2016を終了いたします。ありがとう。